さあ毎週月曜のこの時間はこの学校のウルトラサーバーにある秘密の研究室からパフューム研究員が登場。スクローブロックのそのウェブサイトのパフュームロックス立ち上がったとこのさあまあやつが改めてね、はい、そのパフュームにもなアーシャなんだけどもさ、今回のやつ今までの中でも俺一番好きぐらいにかっこよくて、まだチェックできてない。ちょっとよかったら改めて、まあ、みんな見てると思うけど、うんうんうん、見てみて。俺好きなんださ。今夜はもしもパフュームがパフュームじゃなくて夏フェスに遊びに行った時、うん、どんなタイムテーブルでライブに見るのか。これ今年実際のロックインジャパンフェスティバル2017の8月11日のタイムテーブルを使って研究していきます。11日っつったらパフューム出る日でしょ、はい、で7月中はあの北海道のジョイアンライブ出てたりとかさ、うんうん、ここからたくさんまたあるわけでも夏フェスシーズンだよね、はい、楽しいよね。パフュームロックス。Perfume Locks starring Perfume。 皆さんこんばんは。かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて Perfume です。よろしくお願いします。ということで7月16日はジョインアライブに出演しました、うん、北海道25歳男の子ラジオネーム札幌ピースくんからいただきました。ジョインアライブ行きました。ありがとう。午前中は雨降ってましたが、うん、パフュームの皆さんの出番の頃は晴れてよかったです、うん、本当にとっても楽しかったです、うん、セトリもアゲアゲでとっても盛り上がって最高でした。セトリ少々虫さんもステージ周りにいましたが大丈夫でしたか。またぜひ遊びに来てくださいね。ありがとうございます。この日大雨だったよね。そう朝土砂降りでしたよ、ね、でもねほんと着いてから準備していくうちにどんどん晴れてって、うん、あれなんかいい感じの夕焼けみたいになってきてね。なってね。で雨降っとったっけ虫さんもあんまりおらずね、うん、いいお客さんばっかりだったね、うん、楽しかったです。ありがとうございました。最高じゃった。ラジオネームコズミッククッキーからの依頼。8月11日もしもパフュームがパフュームじゃなかったらどんな冬にフェスを回るかを研究せよ。さて、はい、夏フェスシーズン到来です。はい、8月11日ということは私たちが出演するロックインジャパンフェスの日ですね。そうですね、はい、テームテーブル出てきたよ。テームテーブル出てきたよ。それってこれはなんでいいの。どういうことで。テーブル出てきたの。どういうことで。なんか、やんじゃねえの。いつから江戸っ子になったの。やんでいいの。やんじゃねえのって呼んでいいの。どうやってフェスを回るかを研究するんだね。そうだね、うん、これはまず、うん、3人一緒に行動してるっていう前提で行くんですか。そうです。あ、そうなんですね。3人一緒か、うん、朝からずっと一緒にいる。そうです。あ、朝から3人で。え、ステージのさ移動時間も考える前提。そうです。うわ難しい。おば、まず朝からだって3人で朝、うん、で一番朝早いのさバズステージの8時50分から DJ カズさん、うん、DJ カズDJ カズは8時50分って NHK でさ MJ やってる時に、うん、はい、あのオンエアには乗らないけど NHK ホールの中でずっと曲と曲の間で DJ してくれる、うんうん、最高の DJ です。そうなんよ。カズさん空気読める。曲も最高だし人柄も最高だし。そうなの。高いところからそのいい空間をお届けしてくれてんだけど、うん、一人ですごい泣いてたりすんのよ感動して、出てきた。熱い男なんやね、うんうん、いい人大好きだからちょっと朝から見に行きたいなっていうのはある。え、じゃあもう初っ端8時50分からカズさん見に行く。いやまあ確かに8時50分で DJ カズさんここで押さえといてもらって、うん、でこのハイエータスさんチームシャチホコグッドモーニングアメリカこの辺やっぱちょっと一旦行く行くっていうのはありますよね。確かに。あの裸の男見に行きますか。裸の男見に行きますか。のことです、ね、はい、レイクだレイク。レイクステージ。グドモ。8時50分からカズさん見た後、とグドモに行く。あ、でもちょっと待って、バズステージとグラスステージとても近いです。あ、本当だ。もうすぐじゃん。なんでハイエータスさんにします。ハイエータス。ハイエータスさんにします。朝からぶっ飛ばしすぎても体力持たないんで。裸の男これ。これ現場の意見なんでお願いします。でもちょっと待って、私ね11時25分からバズのね感覚ピエロ見に行きたいですわ。あ、わかる。これは見たい。ってあの。そんなに愛想笑いがうまくなってどうすんだ。
ゃないか。歌ってんだよ。行きますよ、一緒に行きますよ。マイクかな。あんたの正義は一体なんだ。やだな、この人とライブ見るの。最高です。思想が強そう。でも感覚ペールバズだから。いや最高ですよ。目の前なんでありです。それバズグラスバズね。はい、いいね。ハイエータスさんハサミ。あ、でもその後もうすぐ2個見たい。あ、2個行きましょう。じゃあそのまま2個タッチホールズ。バズとグラスだけを行き来。バズグラス、バズグラス。バズで感覚ペールしてね。あ、でもあれ、あれいいですか。サルサルです。読みなくていいですか。グラスのポーズの早い。サルサルです。サイサイね。サルサルです。読みなくていいですか。これのポーズがね、すごいこなれてていいんですよ。あのギャルのサイドサイドですっていう、このあの早いやつ見なくていいですか。それ自己紹介する気持ち入ってるって。あれだけはちょっと見に行きたいですよね。それに関しては、はい、あのハイエータスの裏でやってる、うん、パークでやってるシャチホコも、はい、その、ね、そうこなれたチームシャチホコです。若いのにこなれてるっていうあのギャップがいいですよね。でもまあちょっとこれはやっぱりバズステージ、うん、グラスステージ、バズステージ、グラスステージ、グラスの2個。次どこ行く？この辺でどこ行きます？あ、やっぱ家入りレオちゃん。レオちゃん見たいよ。家入りレオちゃんのレイクステージ、そろそろ足伸ばしますか。そうね。だから2個の終わりくらいで、うん、2曲とか3曲手前くらいで、残してちょっとごめんねって言って、で12時半ぐらいに移動し始めまして、12時50分の頭にレイク行きました。ただでもね、手を叩け、ちょっと聞きたかったですけどね。しょうがないです。大丈夫です。了解しました。手を叩け歌ったら移動しよう。手を叩け最後だったらどうする？どうしよう。歌わなかったらどうする？それもあるよ。どうする？歌わなかったら2曲、うん、3曲残しで移動しよう。あ、それすっごいかけ。でもセットリストなんか危険よ。そうよ、セットリストなんか出てないんだけどね。あ、そっか、友達じゃないんだ、うん、じゃあまあ家入りレオさん、まあレオちゃん行きますか。やっぱ12時50分頭、うん、見たいです。行きたいですよね、うん、あのお腹空いてる時間だと思うから。分かる。あ、グラスからレイクに行く途中で、うん、ちょっとご飯も買えると思うの。いや買えないよ。え、これってさ、松風橋みたいなところから行くの？あ、そっか。じゃあ木漏れ日スタンドで何か買ってから行く？行けるかもね。あ、でもそうするとレイクステージ遠いね。これ遠いよ、そっち回り。え、でもどっちも遠い。パクパクパークの方から回って森のキッチンとか回るし、ね、そうそうそう、うん、ピョンピョン車のとこね。そっちの方から行こう。中央芝生公園ね。でもちゃんとしたお昼時間ってみんなお昼食べるよね。わかる。じゃあちょっとずらした方がいいよね。確かにね、ディズニーランドと一緒で。そう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 。じゃあここはまだ我慢しよう。ここでなんか飴とか持っていっとこ。分かった。飴とか持っていって飲み物でお腹膨らまそう。大事。レオちゃんの後、うん、あ、どうしよう。あ、私ブラディオ見たい。ブラディオ知らん。知らん。バンド、バンドでスーツ着て、カラフルね。なんでもうボーカルがフロントマンがもうカリスマ。もう歌もうまいし、うん、お客さん巻き込むタイプの。へえ、楽しそう。じゃあ見ときましょう。パーティーバンドですね、これは。ブラディオ、うん、レオちゃん終わってちょっと休憩できるね。そうだね。この間に何か買う？あ、いいよ。それもいいかも。だけ1時20分ぐらいまでレオちゃんがやってくれた後、うん、2時までの間で、うん、なんか食べながら、うん、同じステージだからね。あ、レイクでブラディオ。はい、ブラディオ見て。楽しみ。あ、ベンサムも同じ時間だったんですね。そうなんです。今回はブルーエンカウントも同じ。ね、ブルーエンもいいですね。あの熱い男、好きだわ。熱い男見たかったな。まあでも今回で2時、まあ、40分ぐらいまでいますよ。うん、うん、ここで来ました。モモクロ。モモクロね。モモクロ行くか。モモクログラス。これ焼きつたいよ。止まらない。ね。いや、いいな。走れ走れ走れ、今はまだ勇気早い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 、行きましょう。じゃあモモクロ行きましょう。いいの？行きましょう。いいの？じゃあグラス戻ろう。うん、じゃあ最後の方ちょっと見れるかも、うん、グラスで。え、じゃあさ、さっきそよ風の方から行ったけさ、うん、この松風の方から行ったよ。ぐるっとね、うん、ここトイレ行くなら早めに行ってね。あ、うん、そしたらさ、ベンサムちょっとちょい見できるんじゃない？ヒルサイドステージ、その松風の方からで。あ、本当だ。ラッキー。そうだね。ちょい見できたらいい。はい。でもね、だってブラディオよりベンサムの方が短いよ。本当だ。長くやってよ。シュンって。長くやってくださいよ。歩いてる時にね、もう音止まっとるわ。そう。
残りがだけじゃ残りが感じだから、お客さんの感想なくすれ違いざまに聞こう。OK 了解。で、ももクロさん、2時半から見て、そのまま聞くだ。ただね、正直ね、もうここまでノンストップ猫ちゃんですよ。そうだね、ノンストップ。体力のこととか考えてなかったです。本当に、うん、グラスだからさ、うん、ちょっと後ろの方でいいから、うん、バズでカリスマみたいな。あ、いや、バズステージ本当だ、うん、グラスバズそのままバズいいじゃん。いいよ。絶対楽しいじゃん。じゃあグラスから、まあここ近いけね。そうそうそう、近いから。うん、じゃあそうしよう。でも疲れた、疲れてる、もうお腹も空いてる。あ、じゃあ、あの、すっごい後ろの方で座りながら聞くみたい。はい、よ、あの、グラスのグラスね、うん、シートチェアゾーンとか、あ、そうそう、そういうところへんで、ちょっと盛り上がってきたらその場で立って、うんうんうん、後ろの方も盛り上がってるねっていうのをやりたい。あ、分かる分かる分かる。後ろの先頭切る人ね、嬉しいよね、うん、あれ嬉しい。端から見ててね、楽しい。あれは超嬉しいのよ、実は。そう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 、あれに支えられてるとこすごいあるからね。そうだね、それやりたい、うん、はい。もうぐったりだな。そうだね、グラスで聞く。グラスの近くのご飯なんかずっと食べ物食べてる、なんか途中から。いや、食べてないよ、ずっと食べてない。あ、サングリーフィールドあるね、グラスの後ろの方。これ正直さ、こうやってさ言ってるけど、うん、今もう言ってるだけで、うん、9個も言ってんのよ。すごい、すごいよ。疲れるね全然疲れるよいや、今これ想像の中で言っとるけど、いか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 とか言ってるけど、相当距離あるもんね。日差しとかすごいよ。だけどもう第一志望としてってことで考えるよ。理想、まず理想。これを、あ、いけなかったねっていうのも楽しみの一つだから。で、音ね、だいぶ遠くだけど聞こえるから聞こえるからキックまで行きました。はい、キックザカンク、まあビッグワンも見たいですけどね。うん、うん、次パフュームやるよ。パフュームはまあいいかな。いいかな。え、マジで？あの鬼塚千尋さん結構興味あります。ちょっと待ってよ。あ私表から見たいよパフューム。そうなんだ。じゃあ見る？まあ3人で1つだしね。あ、そうだね。1人がこう言ったらあれなんで。でもね、すっごい飛ぶんだよねパフューム。確かに。じゃあ後ろでいいかな。うん、後ろでいいと思う。盛り上がり、後ろも行けてますっていう。の人やる？巻き込まれたら大変だからね。いいよ、の方で。じゃあグラスでそのままか。あ、でも、うん。あ、でもそうだね、鬼塚千尋さんみたい。ちょっとパフューム後半の盛り上がりだけ見るっていうのもいいよありだよね。最初の方とかいいわ。ただでもサウンドフォレストなんですよこれ。あれだね。あ、そうだね、うん、そうなんだよね。いやー、あのアーティストエリアから行ったらすぐなんだけどね、サウンドフォレスト。大人の力使えないから。あー、やんがー、あー、いいや、聞きたい、聞きたいな。ちょ、まだか。いいね、聞きたいな。聞きましょう。だからパフュームなんか最後の 2,3 曲聴けたらいいわ。そうしよっか。オッケー、じゃあこっちをじゃメインとしていいですか。オッケー、うん、キックさん見た後の鬼塚さん行きます。ここでもうサウンドフォレストに行くのね。これだいぶ距離ありますよ。グルってします。もうこの時間のこの距離はあるね。うん、もうあるよ、あるよ、もうすごくあるよ、うん、もう絶対にエアーの入ったスニーカーしてね。そうしよう、うん、しんどくなっちゃうから。はい、でからのからのチョイパフューム。これは何、グラスに戻るってこと？そうだね、エメエメさん見たいけどね。エメミそのままサウンドフォレストにしね。あ、だから鬼塚千尋さん行ってパフュームはちょっと今回は遠慮しといてそのまま、じゃあそのまま疲れてるから1時間の休憩時間なんてすぐですよ。パフュームごめん、すぐ、マジごめん、ごめん。なんか音聞けたらラッキーだ。65分ね。千尋からのエメさん65分、聞いて、あ、そしたら帰りにサンボマスターも見れる。レイク回ることになるか。うん、この時間のここの距離つらいね。つらい、サウンドフォレストからレイクつらいな。つらいな。でも、いや、聞きたいな。サウンドフォレスター聞きたい、聞きたいな。元気出るんだよな。え、最後までいるの？え、いるでしょ。いるよ、うん、すごいじゃん。いるでしょ。12時間コースねそう、行くでしょ。了解です行けそうです。お願いします。やっぱ最後締めはサカナクション。サカナいいな。やっぱこの暗くなってからの魚の最高だよ。レーザー効いてんのとか見たい。照明とレーザーいいよね。踊らせてもう疲れてんのかな。お願いします。もう考えてるだけで疲れた。このテンション知ってる。ついていくからね。寝てないんですか
危ないわ。でね、これで魚見るじゃん、はい、で終わってから帰ると混むから、うん、途中で帰るっていうのもありだし、その後の DJ カズさんで締めるっていうのもある。わかるよ。あ、もうくくってます。終わるしてやる。じゃあカズで始まり、カズで締めよう。今回のセットリストは決まりましたね。決まりました。DJ カズに始まり、DJ カズで締める。セコ。あ、決まりました。すごいセットリストだな。こんな結果になりました。すごいわこれ。まあこんな感じでね、生徒のみんなもフェスの回り方いろいろと考えてくれてるんですね。ですね。ちなみに私たちは、8月11日金曜日の5時10分から、うん、グラスステージに登場します。みんなは見てほしい。鬼塚千尋さんをどうするかいう話にはなってきますね。みんなはパフューム捨てないで、うんね、お願いだから、うん、やっぱあともう移動が疲れてくるからだからその辺でやっぱちょっともうグラス行くのはちょっとすいませんってなるかもしれない、ね、さて来週のパフュームロックスで8月30日にリリースになる私たちの新曲 If You Wanna を初オンエアしたいと思います。こちらオーラ2の CM ではちょこっとだけ流れていますけど、見てくれてますでしょうか、うん、ね、うん、来週はフルコーラスで出ますからね、お楽しみに。楽しみに待っているさ、来週のパフュームブロックスで冬罠ついに全貌明らかになるからさ、はい、もう全て受け止めさせてもらうから来週ね、うん、でからのこのタイムテーブル、はいはいはい、みんなもうこうやってやるじゃん、相談してまあどこ行こうかみたいになりますよね、うん、でも結果もう途中でもうダメだ、動けねえわっていう瞬間もう眠気にやられる瞬間とね、もうダメだ、足が棒になって、俺行けねえわっていうのある。でもこれまさに今ファイブが話してる内容を聞きながら行きたいですよね、フェス。あーこれ通りで、そしたら一緒になんか行ってる感じもあるし、結果結果しながら行けて楽しそうだな。そうだ、パフューム見れなくなっちゃうのか。俺それね、一個衝撃だったんだけど、多分歌集家かな、そのパフューム表から見たいよって言ってて、はいはい、あ、そうか、あんなに今まですごいライブ繰り広げてたパフュームのライブ3人見たことねえんだって思って。そうか、まあ、俺ちょっと当たり前だけど、そう、ね、衝撃だったんだよね、あんなにすげえのにっていうね、なんかちょっとだけかわいそうって思っちゃって不思議なことですけどね、あのすごいの見てないの、あなたたちすごい思っちゃった俺今本当にすげえんだぞっていうね。ああそうだな、本当そうですね。でもまあ逆側の景色、3人でしか見ることのできない景色は3人でしか見てないわけでさ、それが俺たちはずっともう死ぬまで見ることはできないんだけども、はい、でも俺たちパフュームの見たことあるからな。そうだな、あーちゃん昔のノッチも見たことねえんだろ自慢できるパフューム、すげえぞこれそして、ロッキンジャパンもそうだし、そこから8月11日がロッキンジャパンか、ほんで18日ソニックマニア、はい、これ行けたら行きたい、うん、そして26日音楽と引き立ち2017新潟かな、うん、もう夏も毎週のようにどこかでパフューム見られるから、どっか行ってない、いいね、楽しみにみんな行ってらっしゃい。明日のこの時間はスクールボロックの進路室の代表アレクサンドロス先生が登場、アレクサンドロックス、スクールオブロック。